お待たせしました。引き続き実況は私勝又健二が、そして解説は佐々木久人と瀬戸熊直樹にお願いいたします。お二方よろしくお願いします。お願いします。さてそれではプレーオフ3回戦終了時の成績をご覧ください。現在トータル1位は藤田プラス 77.1 ポイントとなっています。さあ佐々木プロ、はい、このポイントを見ていかがでしょうか。そうですね、まあ、山井さんやっぱりちょっとやりすぎたかなみたいなことさっき言ってましたけどね、はい、今回の戦いもやっぱり前田さんがマイナス 13.5 ポイント、はい、さっきの櫻井プロと同じように、はい、トップがどうしても必要なところだと思うんですよね、はい、割と似たようなポイント状況だと思うんで、うん、まあ、前の戦いみたいな感じになるかなっていう印象はありますよね。はい、そして瀬戸熊プロ、はい、現在4位大井はプラス 35.5 ポイント、はい、この後もボーダーは上がってくる、あの大井さんの着順次第だと思いますね、はい、大井さんトップ取るようだと相当ボーダー上がるんで、はい、あの下の4人はきつい戦いになってしまうと思うんで、まあ、この対局の藤崎さんなんかはあの上2人を見て着順操作するんじゃないですかね。ここは、はい、ありがとうございます。それでは早速対局者の皆さんに意気込みを聞いてまいります。会場の菅原さん、インタビューをお願いします。はい、アシスタントの菅原ひろえです。それでは順番にお一人ずつ意気込みを伺ってまいります。まずはこの方、第39期最高位、現在第2位、村上純プロです。村上プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、第2位で迎えました、はい、この戦いいかがでしょう、現在のお気持ち。そうですね、あの、まあ、この本当にそうそうたる顔ぶれの中でね、まあ、自分が2位にいるっていうのは本当に幸せだなと思いますね。はい、はい、作戦などはありますか。いやー、まあ結局ですね、4位まで入るとかいろいろ細かいことを考えると、まあ自分の麻雀がボロボロになっちゃいそうなんで、まあなんていうんですかね、最終戦まではとりあえずポイントをあまり考えず、はい、うん、やっぱり上がれる手をしっかりリッチしてちゃんと高く上がって、まああの少々振り込んでもしょうがないかなぐらいの気持ちで打たなきゃダメかなと思ってます。はい、はい、それでは頑張ってください。はい、ありがとうございます。お席にお付きください。はい、続いてはこの方、第6期 RMU リーグ優勝、現在第4位、大井隆晴プロです。大井プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、大井プロ、現在第4位ということですが、はいはい、そうですね、ちょっと僕まだこの日本シリーズ始まってまだラスになったことがないので、ちょっとこのスタジオいいのかなと、うん、相性いいのかななんて思いながら、はい、まあ、あの僕団体の、リーグ戦の方でもう負けてしまいまして、来年この日本シリーズにですね、このままいくと出れません。こんなですね、強豪プロたちとこういう大舞台で打つ機会がですね、もう本当に限られたチャンスしかないので、ぜひこの今回優勝して内定お願いしようかな、はい、ディフェンディング制にしてくださいっつってお願いしようかななんて思ってます。はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お席にお付きください。続いてはこの方、ファン投票2位、総合成績現在第5位、藤崎聡プロです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、藤崎プロ、はい、現在第5位で迎えました、はい、戦いいかがでしょう。そうですね、なんか微妙なところにいますけども、はい、とりあえずね、まあまあ悪い位置ではないと思うんでね、まだチャンスがあると思うんで、はい、とりあえず上目指して、あと2回しかないですからね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではお席へお着きください。最後はこの方、法王位で最強位、現在第8位、前田直也プロです。前田プロ、よろしくお願いします。さあ、前田プロ、はい、先ほどの戦いが終わりまして、現在第8位という位置になりましたが、はい、まあ、そうですね、まあ、あと2回なんで、はい、まあ、どっちみち、まあ、ポイント叩かなきゃいけない立場なんでね、はい、まあ、そこはうまくできたらなと思ってます。何か作戦などは？いや、特にあんまりないんですけど、はい、はい、まあ、精一杯やるだけなんでね。はい、まあ、出るからには頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、以上4名の皆さんにお話をお伺いしました。会場ではこれより対局の準備を行ってまいります。はい、菅原さん、ありがとうございます。さあ、佐々木プロ、はい、4社のインタビューを聞いていかがでしたか。そうですね、まあ、大井さんと前田さんは比較的余裕がありそうな感じありましたね。はい、うん、瀬戸熊プロはいかがでしたか。まあ、全員があの自分のマージャンを打つってことで、多分ここは普通に打ってくると思いますね。はい、ただ最後のオーラスとかラス前になってきたらちょっと着順意識すると思いますけど、やはり現在マイナス 13.5 ポイント、現在4位の大井と
前田のポイント差は50ポイント近いものとなっています。やはり50どれぐらいまで縮めておくのが一つ狙いになってきますかね。まあ、前田さんとしてはトップが最低条件ですね、はい、縮める縮めないよりもとりあえずトップ取って次に可能性残すと、はい、あと最終的にはちょっと着順がもう分かってるんで、はい、最終卓に入れるように6位7位を狙ってくると思います、ね。はい、このプレーオフは4回戦終了時のポイント、はい、1位4位5位8位がプレーオフの5回戦 で先にやりますね。2位3位6位7位の4名がプレーオフ6回戦という組み合わせになっております。はい、この4回戦が終わるまで、プレーオフ5回戦6回戦の宅組が決まらないという状況になっています。だから大井戦村上さんも2位3位を狙ってくると思いますね。なるほど、まあ、1位になるんであればかなり安全圏なんでいいですが、はい、まあ、ね、はい、3位から4位の争いは熾烈になってくるといったところですか。そこは計算して最終局合わせてくると思いますね。はい、さあ対局場の準備が整ったようです。大丈夫でしょうか。それではプレーオフ4回戦対局を開始してください。よろしくお願いします。プレーオフ4回戦はちーちゃに村上、なんちゃ大井、しゃーちゃ前田、ぺーちゃ藤崎の並びとなっています。トン1局、親は村上、ドラは数万です。みんなが面前高打点型っていう印象なんですけどね。はい、ただ大井さんだけ泣き対応しますよね。本一とかの寄せは早いですよね。はい、さあ村上に後輩対白があんこ、初が統一、ダブトンも統一。おとなじみにイーピンからですか。イーソーも、まあイーソーかイーソーですね。一色を見れたら何なんですかね、まあはい、ピンズですか。やはりこれツーイーソーまで可能性ありますよ ね。すごいハイパーですね。ただ村上さん1枚目から仕掛けるとみんな警戒するんでね、そんな簡単に G 出ていかないと思うんですけど、まあ、ダブトンであれば1泣きも自然なところですか。流派からはちょっとね、サシャオも重なった、これは強い層も見える、イーピンか、うわちょっと目立つね。まあ、いった、まあ、やはり本一本老等などものがしたくないといったところか。さすがにシャオは絶対2泣きにするでしょうけどね。どうなんでしょう、難しいですね。どう考えてんのかな。これチュンが重なるともう2位層がかなり現実的なところになってきます。1枚目のシャアが打たれた、これは仕掛けない。あ、ちょっと考えましたね。曲がりましたね。葛藤があるんですね、やっぱね。まあ確かに喉から手が出るほど欲しいですよね、自敗は。大井さんがシャア切らなかったですね、今2枚目のチートイツっぽいからね。さあ藤崎は形のいいシャンテンとなった、うん、こうどんどん捨て合いが派手になっていくじゃないですか、はい、おそらく仕掛けるんだったら早く仕掛けたいですよね。ただこれは王位の形がチート位置なだけにシャアも初もかなり打ち出されづらい状況にはなっています、ね、前田もトーンを打たずキューピン切り。藤崎の初は打ち出されることが濃厚な手配。仕掛けてトリファン起こってましたね、うん、まあ難しいですけどね。さあ9ピンが重なった、うん、数ピンか。 E ピンは2枚切れ。あ、 E ピン2枚切れですね。じゃあ E ピンですね。これで本一チート一のイーシャンテンでもあります、はい、そうですね。まあ、村上さんポイント状況的に役満が絶対欲しいわけではないですからね、はい、トップ内心の直が決めれる打点が欲しいと、はい、うん、1万2000もしくは1万80006000オールで十分なわけですから、まあ、実際こういうハイパイが来たらびっくりしますよね。こんな1年に1回とかっていうレベルでもないぐらいのってハイパイじゃないですか、うん、そうですね。何年に1回来るかみたいな。3人マージャンなかなか見ないですね、うん、さあ藤崎はいいシャンテン、村上9ピンも1枚切れている。ここは9ピンの問い落としの手もあるか。ヤンピンが3枚切れ、ヤンピンが1枚、うん、村上さん意外とチート率やるんでね、チート率は残すと思うんですよね。ここはスーピン切り、前田はなかなか手が伸びない。さすがに前田さんからダブトンは出ないですね、うん、藤崎さんの流派もなかなか出ないと思いますね。まあ本一の渡り見たいところですよね、はい、藤崎も、うん、おいは灰が重なってこない。
大井さんはシャアを狙い目にしてるのか、もしくは村上さんのちょっとした証拠を考えてるのかですね、はい、それでシャアをどうやって残してるのかはちょっとわからないですけど、まあそういったところは見逃してないと思うんで、はい、普段やってるでしょうかね相当。前陣の上切りもかなり前田さんらしいですよね。もう絶対ダブルは切らないぞって構えにしてますから、ね。まあもちろん上がり自体もきついと思うんですけど、はい、今の方。さあ藤崎に天杯が入った6球ピンなん、これでリーチに行く。そしてこの初をこれはシャア泣けそうなんでポンするんじゃないですか。村上が仕掛けた。これは三ピン無筋チュンはション杯。三ピンから勝負していく。いやーだけどどうなんだろうこれ。これでシャア出るかな、出ないですね。シャア出ないと思いますね。大井さんには証拠が多分入ってると思うんで。ただ共通安牌はないですよね。村上藤崎のやっぱ数ピン三ピンって両方、ね、手出しだったから。そうですね、はい、相当トイトイ系ですもんね、もう捨て牌からも。ここで手出しのチューン、大井はチューンを合わせ打ちできる。藤崎の町は6球ピン難。6球ピンはないんですか。おお、いやー、座布団頑固になった。さあ村上大物手天杯、大井のシャアがリーチ藤崎の現物ではある。積もれば3倍なん。本郎といとい三子さんね。難は山に2枚残り。八尾危ないか。数万は現物。先にシャアから仕掛けると積もり数案子の形になってるね。ちょっと他の兼ね合いがわからないですけど。球層が現物になった。大井もスワンコリアンシャンテン、前田は折りを選択。藤崎さん豊上はないんですね。そうですね、うん、キューピン上がりなんで。ただキューピンが山にないです。ないですね、うん、ローピンも山にはもうない、うん、チューンは通っている。これは大井折り切れそうですね、うん、そうですね。やっぱりイーマンも、はい、完全安牌、はい、まあ、村上が見逃し数万を見逃していなければ安牌、はい、こうなると何2枚残りの藤崎が有利。前田はもうトーンを掴んでいる以上攻めることはできない、うん、村上の現物に数層、藤崎に中筋、パーソーもかなり打ちやすいパイではある。この難は藤崎の当たり牌、これで難が残り山に1枚という状況です。ここは村上藤崎2人天杯で流局です。間がなかったらどうなったか分かんなかったですね、はい、ただ間がなければシャアもっと早く出てる可能性ありますよね、うんうん、余計上がりづらくなってたかもしれないですね、うんうん、と一局一本間です。ドラはウーマン、
いいですね。ソウズで数層があんこ、マンズでドラ含みでメンツが完成している後輩パイ。大芋ソウズで一メンツ完成。さっきのハイパイよりこういうハイパイの方がやりやすいですね。さっきの本当仕掛けどことか、はい、難しいですね。狙い手役とかも難しいですからね。やはり後継でリーツツボを狙っていく、そうですね、はい、のをベースにしたいところ。やっぱりこのぐらいのメンバーとやるときはやっぱりリーチの方が有効ですよね。仕掛けはどうしても急所を抑えられるんで、はい、勝俣さん、さっきの村上さんの手配ってどうしました、どうなってました。まあおそらく、はい、もしかしたら9ピンが重ねられなくて、うん、っていう風になってたかもしれないですね。ただリャンウピンになっていた可能性があるというんですかね。はい、さあこちらは藤崎の手配、ここはかなりスリムに受けていく村上イーシャンテン、うん、まあドラ1で OK と思ってるでしょうからね。リャンワン切りじゃないですかね、もしくはローピン切りで、はい、あのリャンワン、はい、重なった時にシャア落としですね。シャアが1枚切れてなかったら今ローピンも残したと思うんですけど、はい、なるほど、アンコになって展開も嬉しいところ、はいはい、そこも逃さないようにね。大岩リャンシャンテン、もう前田はかなりちゃんと系の手を見ながら変則的な切り出しになっている、うんうん、受け重視ですね、ほとんど前に行かないですね。この藤崎ここで統一手を見切った。村上絶好のドラ引き、うん、これ狙い通りですね。これどうですか、ローマンの地位はありますかね、はい、村上さんはすると思いますね、うん、あの局面で打点と順面折り合いつけるんで、はい、おそらくローマンチーすると思いますね。割と面前派ではあるんですよね、うん、めったに仕掛けない、はい、仕掛けしないんですけど、あの5%とかのチー点はよく見かけますよね、うんうん、まあ一応言ったんですよね、ローピン切りしてしまうと今の展開逃す、はい、さあ大いに展開が入ったイースーピンでリーチに行く、イースーピンは山に4枚残り、その1ピン藤崎が一発で掴んだ。さあ村上も勝負手、まあ当然いきますよねここは、うんうん、おい、ここは数ピンを一発でのつま上がり、裏乗るとハネマンリーチ一発もピンフドラ2004000は2104100の上がりです。大井さんとしては先ほどのシャアを止めた守備が生きた形になりましたね、はい、ここ。さあトン2局、親は大井です、ドラは言いそう、青いの手配、ピンズで一メンツ完成している、ドラのイーソーが1枚、第1打はペイから、前田はソーズが後継、リャンシャンテン、藤崎パーマンがアンコ、パンヤオにまとめたい手配、村上はドラのイーソーが孤立、マンズが後継です。第1打はチュンから打ち出していく、うん、チートイズもありますね、さあ前田は今局は自敗から打ち出し、目いっぱい手配を広げています。相当ブクブクに構えましたね村上、うんうん、村上は攻めたい手配の時にはファンパイ強い役配から打ち出していく傾向がありますよ ね、はい、特にダブトン第一弾に切るケースよく見ますね。まあそれによってだいぶ自分の手も推測されますけどね、うん、早い遅いは、はい、
さあ前田ピンズが後継に変化してきた。ここはカンパーマンを払っていく。下の3色を見てるんですかね、1、2、3、あ、なるほど。今の統一落としの方が、うん、手広くはなりそうですが、はい、それよりも手厚を狙った、うん、まあ、前田さんは多分どっかで手厚絡みで決めていかないと、はい、状況的には上がらないって感じてるんでしょうね。実際カンパーマンないですからね、ここに3枚なんで。さあ親の王位は統一が4組となりました。ここ分岐点ですね、うん、チート一にしていくかもしれない、ね、2枚切れのチューンを打てばひとまず両天秤、はい、ここはまだ両天秤に受けた、はい、村上はリャンシャンテン、王位もリャンシャンテン、さあ前田がイーシャンテンとなる。藤崎あんこが2組、ここはペンチースを払うのか、ここはシンプルにチーピン切り。ああ、いる、引いた。村上イーシャンテン、さあ多い、ここはかなり難しい手配、これ分岐点ですね。メンツってならパーピン切りですか。リャンソー切りもありますけどね、うん、チートいつも含めでドラを打ち出してもやむなしの構え、はい、うん、さあ多いのだ、牌はどうなるのか。顔にヤンソーかパワーピンの選択だと思いますね、はい、顔にはピンズがかなり安くなっている状況です、うん、ここはパワーピンを切った。チートいつは見切ります、はい、まあ、サブロー君は相当優秀ですからね。あそこは2面確定確保できると思うんで、3面詰めをどうするか考えた時はやっぱりパーピン切りになりますよね、はい、前田これでいいシャンテンが若干手広くなった。これいいもんから打って3色を残したいわけですか。あとはイーペイコー含みがあるんでね。あ、なるほど、数ピン3ピンを引いての変化を見た、はいはい、そうですね。大井はなかなか手が伸びない、うん、次メンツできると意外と簡単になるんですけどね。さあ藤崎に天杯が入った。役なし関連マン、そして村上天杯、ここは両走でピンフのリーチに行きます。村上さんらしいリーチですね、うん、なんかもういい判待ちたいですけどね、タンヤオとかインペイコーとか。さあ相性を打ったアリアンスが浮きましたね、うん、ただ大井は、あ、でも勝負の形になってきましたよね、うん、数が引いたことで、はい、うん、さあ藤崎は役なし天杯、ここは数ピンは現物でした。関連まで2枚切れてますからね、追っかけもいけないでしょうから。さあ藤崎どうするのか、うん、これも現物。村上は町はリャンウーソー、大井はリャンソーが浮いてるイーシャンテン、チーピンはかなり打ちやすい牌である。まあイーソーがドラなんで1、3、4からのイーソー切りって当然あるんで、はい、リャンソーは最後の勝負牌にするでしょうね。ナンはション牌のため、ナンの問い落としもしづらい状況です、はい、うん、ここはチーピン打つ。順目的にはもう数案埋まった時は勝ちが見えるんで勝負すると思いますね。さあ前田 EP は通っているが、数ピンが川に2枚切れているため関数ピンは弱い受け。ただここは E ピン切り。ここは村上が両走のつま上がりとなりました。リーチツもピンフ700-1300の上がりです。
さあ村上が一つリーチでつも上がりをものにした。これはここまでポイント上位2名が好調な立ち上がりといったところです。村上さんとしては最高打点のつま上がり逃しましたけど、はい、まあ、つま上がったってことはプラス要素ですね、はい、さあトン三曲親は前田です。ドラは老僧、前田さんとにかく忍耐強い打ち手じゃないですか、はい、こういう親だからってシャニムに行くってイメージはそんなないですけどね、うん、そうですよね、うん、親番でも無理なものは無理と見切るときありますよね、うん、そうなんですよね。だから大怪我することあんまないですもんね、うん、常にワンパンチで届く位置にありますよね、うん、でもワンパンチ出なかったらしょうがないと、うん、お二人はもう放線でね、うん、今真っ最中ですもんねやはり前田は高打点持ち味ですよね、うん、そうですね。やっぱ一つ上がりが決まると立て続けに決まるイメージあるんで、はい、そこまではすごい我慢するなって感じがしますね、はい、さあ前田ここは単品系が見える手配、藤崎は二面詰めが完成、村上関連層絶好のつもりアンシャンテン、大井はこれはどうでしょう、なかなか形が苦しい、統一でも見ながら安全牌を残しつつといったところか、ね、はい、やはり馬を打ち出していく、まあ、うまくいけばチートイもしくは名本チートイぐらいまで伸ばせればって感じですね、はい、そうでなければやめると。前田さんもいい形になってきましたね。さあ村上ここはまたしても中は仕掛けずリーチつもを狙っていくといった状況です。あ、いいの引きましたね、単品以降ですね、うん、やはりもう村上はこれ2枚目の中も仕掛けない構えですよ ね、 ですね、はい、ただポンテの2面は取ると思いますね、うん、あの順目が進んでポンテのサブローワンとかであれば取ると思いますけど、はい、うん、いい感じ一番気持ちよく伸びてます ね、 ね、ここは前田さんとこは。さあ大井は統一が4組となった、前田はピンフケイーシャンテン、ドラの老僧も1枚メンツで使われています、うん、シャア統一落としは見せなかったですね今、うん、これどちらが有効ですか。どうですかね、まあ見せることによって相手に警戒されるのをよしとするか、はい、まあ見せなくて、前田さんの場合はあのピンフドライジの2900とかで取る時もあるんで、ダマテンもあると、ダマテンもあるんですよね、まあ、ほぼ一発裏ドラある日本シリーズでもダマテンありますから、ありますからね、あの順目によっては、はい、まあ、数層引いてのダマテンもかなりありますよね、うん、はい、そうですね、単品ドライジ5800だったらっていうのはあるんで、そういった意味ではシャア統一落としで並べた場合は警戒が高まるんで、はい、まあ並べなかったってことでしょうね。なるほど、リーチに行くんであれば、はい、並べておくのも有効であるが、はい、ダマ点がある以上離したと、そうですね、うん、そして例えばここ大井さんがリーチ入ったんで現物で貼った場合は闇点の順もあると思いますね、はい、前田さん、いや大井見事チートイツをノーミスで転敗、チュン短期でリーチに行く、うん、このチュンは村上が統一最速最強の何恥ない、ね、チートイツ転敗ですね、これ村上危ないですよね、うん、これどうですか、川的にチートイツは有力ですか。チートイツ有力ですけど、なんか老僧短期とかもあるんで、はい、まあ1名の自敗ばかり警戒するわけには いかないですよね。まあトンよりいい街って感じは見えますけどね、チートイツって読み切れれば、はい、まあ例えば大井であれば、はい、川から場にやすいマンズーなどありますよね。行きましたよ。さあそして前田、現物待ちですがイースー層でリーチに行く。これはイースーが3枚切れてるんでリーチですね、うん、はい、逆にね、もう数層勝負ということですか。そして藤崎天杯リアウンソー、ここはダマテン、ただ3品は、まあ、親前田のリーチに無筋、はい、いやこれ村上危ない、中これ中危ないですね。ここは大井の上がり、リーチチートイツ3200の上がり、
まあ、珍しく前田さんのリーチが失敗したケースね、これね。いやただ大井が見事なチートです。見事ですね、見事ですね、はい。チート打つにね、チューンやっぱ手かかっちゃいますよね、2人で行くし。そうですね、ほとんど当たんないと思って切ってると思うんだよな。あ、まあ、チート打つと思ってても出そうな牌ですよね、さすがに。まあそういった意味では周りとの状況がマッチしたんですね、大井さんのマッチが。さあトン4局、親は藤崎、ドラはリャンマンです。ボーダーが上がるケースですかね、今のところはね。そしてでこれ順位点をこの着順で含めると大井は村上より上に行っているので、やはり藤崎あたりは村上ターゲットになってくるところですか。ただ先ほどの戦いもそうだったように、はい、一つのプレーガラッと変わりますからね。例えばプレーオフ3回戦でも病好調から、はい、そうですね、あのそんなに悪いことはしてないんですけど、はい、ワンプレーで変わってきましたから ね。ただその後病は挽回していったというところでした、はい、最後のリーチは見事でしたからね、うん。さあこちらは村上、リャンピン切り、やはり安全牌候補としてシャワー1枚温存した。前田は勝負手のリーチが上がれずといったところでした。こちらは現在3着目、2着目親の藤崎。さあ大井は現在4万点を超えてきている。大井としてもここトップを取ると大きく決勝に近づきますよね。大きいですね、はい、もうここで決めたいでしょうね。特に藤崎より上に行っておくことは重要ですよね、はい、そうですね。今も急走打って、まあ、できるだけリーチ打たない形に持っていきたいんですよね、うん、はい、うん、心理的には。なるほど、やはり藤崎の攻め返しが怖いところ、うん、食いたも自殺なんですかね、こうなってくると三層だけは仕掛ける可能性もあるといったところか。藤崎なかなか伸びていかない。大井はリャンシャン点、形が良くなってきた。前田ドラのリャンマンが重なる、これで勝負手の構え。統一が4組、統一点縛りましたね。ここはチート一に決め打った形、うん、村上一面詰めが完成だけど、結構受け気味な手組ですよね、うん、はい、相当手組、うん、で数層もあるし何もあるし。さあ大井どうするか。まあ打ちのが手強いですが、まあ、目いっぱいだったらなんですけどね、まあ何打ちたいですよね。何打つと受けがかなり難しい手配にはなってしまう。うん、親に安全牌1枚持ちたいかってことなんですよね、まあ、ここは数層打った、うん、タイヤパイだけにすると本当に効かないし。さあ前田チート1イシャンテン、うん、さあおい、これは絶好のパーマンがあんこになった。ここでもチーマンを打ってスリムにするのか、ここはイーシャンテンならばポンテンもかけれるようにするか。いや、さすがにここは何を打つと思いますね。ただ攻め込まれた時にウーワン勝負の形もあるんでね、はい、それが嫌なんですかね。穏やかなのは、ただサブローマンがいい受けとは言えない側になっている。あーチーマン打った。やはりここは上がり逃しのリスクよりも受けが効かなくなる方が怖いと、はい、うん、そして藤崎この感知層を仕掛けた。珍しい、
勝俣さんって大井さんの手だったら何打つのあれ。僕は何打ちそうですけど、久里さんは当然なんでしょう、ね、当然なんで聞くまでもない聞くまでもないんですけどお気遣いありがとうございます。そんな別れ切ったことは聞いてもしょうがないですね。あともう全部いきます。その前から何来てるもんね、はい、それでも何打っといて、はい、次の安牌でまたかなり止まりそうですね。あ、またさあ村上ももうしかしここアリアンスもしていった藤崎の、これ藤崎の仕掛けはどう見えますか。親なので仕方なしといったように映るのか。いやドラドラには映ると思いますよ、藤崎さんなんで。まあネックから仕掛けてるんですけど、はい、まあそういった読みも含めてですね藤崎さんとしては。なるほど、なので多いドラだけは打ち出さない構え、はいはい、まあそうですね。ただ前田さんだけは、はい、ドラ1の可能性あるなと。ヤンワントイズですからね。そうですよね。ここ、うん、まあそんなに気にする必要もないなとは思ってるけど、球種は泣かしたくないと。もうこれで結構遅いの分かりますよね。はい、9、8、9です。でも逆に遅いとなると高く見えますよね。はい、そう高く見えちゃうからね。はい。さあ前田三層スーピンはどちらも藤崎には通っていない牌です、うん、まあ実際ねスーピンは泣かれる牌なんですけど、やっぱりそんなに協力するわけにもいかないですよね、うん、ある程度遅くて高いんであれば、まあ、今ならチームは打てるかなって考えてますよね多分、うん、念のため白から切った。さあ前田はドラドラチートイツイーシャンテン、急走が可愛い2枚切れていて数ワンコウにはなりづらいところ、うん、さあ藤崎は目いっぱいのイーシャンテンとなった。続々と手から出てきてるから相当遅かったねって感じですよね、うん、これはノーチャンスですよね。ノーチャンス、はい、なのでより安全なパイを残すということで、うん、パースを残したか。さあ藤崎天牌が入った、これは見事な仕掛けとなった。そうですね、対応させましたからね。そして村上天牌リーチに行く、マチュアリアウーマン、村上もここを勝負どこと見た。ちょっと薄いですけどね、リャンは。これ藤崎は引かないですか。引かないですね、ここはこの仕掛け入れた以上引かないと思いますね。リャウマンは2枚残り、ウーマンが2枚ってことですね。あ、リャウマンもあんのか。スッチーピンは3枚残り、ここは藤崎チーピンでの上がりとなりました。タイヤを500オールの上がりです。まあ、値段は安いですけど、これは嬉しいですね藤崎さんとしては、うん、リーチを受けて、はい、すぐのつま上がり。そうですね、上がりもちょっと微妙な仕掛けでしたからね、はい、あまり見ないですね、あれしかね。まあ最終戦前だからの仕掛けですよね。これが 1,2 戦とかだったら、はい、多分仕掛けないと思うんですね、うん、まだ状況見ていくと思うんですけど、上がればいいわけじゃないからとか言うと僕大体言われますからね普段。さあそんなの上がってどうするんだよ。本場ドラは老僧です。親の藤崎白が統一、ちゃんとも見たいですね。ここは急走から、まあスピード優先しましたね。中身の手は楽しそうですね。ちょっとマンズの一色も遠くに見える。大岩地風のシャーがあんこ前田二面つ完成している。ドラの老僧も一枚一瞬積み込み込まれている。さあ分岐点、ここは手役を追いに行った藤崎、はい、今度はちょっと吐く泣きづらいですね藤崎さん。
プレッシャーになりづらいということですか。なりづらいですね。なりづらいし、もう 1,2 箇所急所入れてから仕掛けたいですね。仕掛けるんであれば。さあ前田イーシャンテン、ここはペン3万を払っていった。お、1コインだ。来た。 1,2,3 は見ず。村上ここでもまだ一色手の可能性を残したか。カンチーピンを払っていく。オーイリアンシャンテン、これオーイは仕掛けも十分考えられますよね。あの小数紙を見ると仕掛けると思うんですよね。例えば何か、はい、何ぐらい叩いといて、ただリアンシャンテン戻しするということですか。まあそれも本一絡めていくんじゃないですか。あ、来てますね。マンズがさあ一つ分起点、まだ小数紙は追うと思うんですよね。これマンズタ外すのかな。さあ大井の選択はどうなるか。ただ上がりば上がりだけに価値もある、はい、局面でもありますよね。まあそうですね。ただ役満の可能性がある以上は追うと思いますね。これだけ、はい、もう一枚重なったらすごい現実的になりますね。さあ藤崎はドラの老僧が重なって絶好の形となってきた、はい、これでポンしやすくなりましたね。大事だけでしょうね、うん。これでポン入れていくとさっきの500オールが効きますよね。藤崎さんとしてはまた安い可能性がある、はい、安くで遠い可能性ありますからね。まあそこはイメージを植え付けたってことではさっきのは布石になるでしょうね。前田もペーポン点の形になったかな、うん、ただまあ泣かないんでしょうね。1枚目のペーはね。まあね、前田は打点が欲しい、うん、ドラ1なければ仕掛けも有力ですか、うん、やっぱリーチ打ちたいですよね。このぐらいの仕事も見ましたか、うん、ヤンマンチートイツも見てるね、うん、2人に一応リャンマンが切りやすいってことですかね、まあ、ただウーピン先打っとくとこれハクポンしてリャンマン打った時マンズケアされてイーピンリャンピン仕掛けやすいの大きいですよね。まあそこまで見てるでしょうね当然。さあドラのローソー、ローソーのポンもあるもんな。後付けですけどね、うん、さあ村上もこれはかなりチャンスって模様。これいやーここは決めた。イーマンが川に3枚切れ。ここでさすがにペイなんですかね。いやまだ多いそうですね。まだ多いそうですとなるとチーマン9万。あ、追わなかった。ここはさすがにやめた。さあ藤崎の欲しい箱は山に2枚残っている。いや裏目の形、村上さんに対してもマンズが嫌なのかもしれないですね大井さんは。あ、なるほど。もう村カンチーピン払いからマンズが高い川になっている、はい、ね、さあ箱が出た。これを藤崎が仕掛けていいシャンテン、はい、藤崎の川もマンズがかなり高いものとなっている。これで両ピンとイーピンが泣ける形になりましたね。とりあえずウーピン先に打ちづらい。藤崎さんもマンズ相当高いですからね。スーピン3ピンじゃないですか。いや、ただ今スーピン打ってしまうとこれ後になおさら困りますよね、うん、まあそうですね、うん、切るなら今か。 G1 は打ちやすいですよね。一応ノーチャンスになってますよね、うん、さあ村上の選択はどうなるか。トン切ってもおかしくはないんですけど、うん、いやトン行きました、うん、相当嫌ですけどね。で大井さんも少し行きやすくなって、うん、トン合わせますよね。トン合わせた方がいいですね。ここパーソーがどれぐらい安全かですけど、うん、あとはパーソー先行った、うん、まあ後で切ってもほとんど大丈夫って感じなんでしょうか、うん、さあこのリャンピンは藤崎にチーテンが入る、うん、これはウーピン切りが来ましたよね、うん、守備派の前田さんが切るぐらいですから。管リャンピンを仕掛けて6球満のテンパイで6金はちょっと分かりづらいですよね。やっぱりリャンマン周りとかの方が嫌ですよね。はい、うん、これでトーンかな。いやこの数万は厳しい。これはいけないと思いますね。止まると言いそうですか。老僧も行きたくないですよね。そうですね。ペイも行きたくないですよね。一応万全を期して言いそうですか。
スーピンウーピンという手もあるかもしれません、はい、どちらも藤崎の現物ではあります。ここは急ぎり、うん、藤崎ここは9万のつま上がり、やっぱり両ピンの開けたのが大きいですね、うん、ハクドラドラ2000は2100オールの上がりです。ウーピン打ちが効きましたね、はい、なかなか前田さんから両ピンは泣けないですからね、ウーピン引っ張ってる彼、はい、まあ、仮に最初に6球が出たとしてもおそらく仕掛けないで、はい、受け屋処理するまで待つんじゃないかなっていう感じですね、うん、そうですね、最終出た人がピンズの下になるんでね、うん、まあでも6球満を前田に打たれたら、はい、あの川で打たれたら前田テンパイ濃厚だから、まあ、濃厚だからテンパイ取ってシャンポン取りしそうですけどね、まあ渋々。さあ問4局日本バドラは9ピンです。藤崎がトップ目大いに1600点差まで近づいてきた。チュンがアンコ、ナンがドイツ、さすがに名本だ、これは行くでしょうね、マンズ久里さんの大好物いくら藤崎さんでもないこいつに行ってもらわないと感じします、ね、これは仕掛けない、まあ、チャットになればこいつに切りますか、まあ、まあね、そうですね、三蔵チーソーにこちらがその藤崎の手配をチャットになっちゃったこれはどうなんですか、本一行ってほしいんですか、いや行ってほしいですね、うん、ちゃんと数万引いたら何にも意味ないですからね。藤崎さん、リャンス引いたらどうするんだろうな、闇金入れるのかな、一回。あ、なるほど、E 数万、E 万ならば狙えると、はい、あ、まあ E1 引いたら闇金するんじゃないかな、リーチか、あ、黙って、うん、今切れたばかりですからね。ただリーチって数万つま上がりも十分の局面ですよ ね、まあ、すね、はい、ここは藤崎が黙って選択7700ですか、すごいな。数万積もった時に振り点リーチするかどうかですよね、うん、どうなんでしょうね。これあの以前の藤崎の言葉で、はい、感触あったら黙って、はい、ノータイム黙っていうことを思い出しますよね、うん、だって今現状だと E1 これ交通事故みたいな配点出てきますからね、なかなかこれ闇点にする人いないですよね、いないですね数万積もった時にええとかなりますからね、数万積もったら振り点リーチありますか、1段目なら。どうですね、1段目ならあると思います、ね、そのリーチありますね、はい、ありますよね。勝俣さんリーチ、これ僕はもう間違いなくリーチですね一発裏ドラなければ黙ってんですけ ど、はい、まあそうですね、はい、一発裏ありですからね、まあ、久さんと僕には聞くだけさっきから聞いてもらえないとずっと思ったんです、答えが分かって視聴者の人も分かってるんで、すいません、すいませんこれから切らない、から切らないですね、はい、から切った方が良さそうに見えるんです、いやまだちょっと手が進んでない風に見せたいんじゃないですか、はい、から切った瞬間にちょっと一手進んだの分かる、はい、あ、ドランコった、さあ、おいドランコ、うん、さあ前田もいいペーコーが完成した、ドラ切りもあるね、いいペーコーついてるんでドラ切りもありますよね、ちょっとただあー、そうそうそう、前田さんらしいけど、うん、のり遊びたいような気がしますけどね、引いたら全員早いですね、いや、イーマンは山に3枚残っている、まあ、そうですね、3枚いるんですよね、数万も3枚残っている、あ、ね、あ、これどうするの、多いからなら当たりますか、いや、見送りそうですね、見逃して即リーチ、見逃してつもぎりリーチもあるですね、うん、ここはリャンマン切り、そろそろつもぎりリーチもあるんじゃないですか、ここはから切り、うん、ここはから切り入れましたね、これスライドに見えますもんね、はい、そうね、テンパイだ、さあ村上テンパイスッチーマンでリーチに行く、村上さんのリーチの皮からすると追っかけリーチ入れるんじゃないですかね、藤崎さんも、うん、3ワンが若干早いですけどね、あ、これ数ワン切ると頭張りになりますけどね、いや、これ打たないですよね、ローワンゲリーチ、あ、リーチに行く、うん、あ、ドランコですね、ドランコで、ドランコで、はい、いや、シャンポンリーチ、ここは勝負どことなった、うん、これ見てどうなんですか、これリーチ、いや、これリーチするでしょう、前田さんから E1 こぼれなさそうですもんね、うん、ただ前田の捨て牌見ると前田安全牌に窮してそうな顔してますよね、大井の現物、村上3万早いとなると E1 も期待できるか、リーチ行くか、黙って、黙ってすごい、おお、村上が E1 を掴んだ、藤崎チュンチャンタ7700は8300の上がり、タイミングとしてはリーチしやすかった、おかげリーチだったらインパチあったんじゃないですかこれあ、しょうがないですね、まあそうでなければこの局面引き出してないんですけどね、どど、うん、村上さんもトンのアンコウトシとか入ってるかもしれないですからね、
いやー、藤崎ここはダマ点からの見事な上がり、うん、忍びましたね、うん、久しぶりに最後まで忍んだ、かっちょいな。これ今大井もすごく険しい表情をしてましたよ ね、はい、読み取れていなかったかといったところ、うん、どっから転売だって多分回想してると思いますね、はい、最終手出しはリアンソーでした、はい、しかも並びとしてはね、あんまり嬉しい並びではないですかね、大井さんとしてもね、村上さんが自分より下行ったけど藤崎さんも迫ってきたんで、はい、ただ大井はプラスを積み重ねることで大きく決勝が近づくというポイント状況にはあります。村上さんは一番強烈なところに打ちましたね今。さあトン4局3本バドラはパーソーです。結構今意地で忍んでたような気はしたんですけどね、はい、藤崎さんね、うん、なんかもう逆に僕らはなんかリーチすることが意地の張り合いになるんだけど、闇点を続行することが意地になってるような気がしますね今の。でも確かにあのここが、うん、はい、あの先ほどの仕掛けて手出しが何回も入ってからの500を、はい、まあ、繋がってますね、そしてこのダマ点となると、うん、はい、もう次に藤崎が動いてもリーチ行ってもダマ点でも、もう相手にかなり思考ぶれますよね、うん、全員引きますからね、おそらくね、大井さんぐらいでしょうね多分来れたのは今、うん、結構嫌な性格してる先輩ですよ、はい、高校の。いや、あんまりそう思ったことないんですけど大したもんですね。あの一発裏ドラありであれ闇手にするのがすごいですよね、うん、一発裏ドラなしだと E1 の価値が非常に大きいんで闇手にする人も結構増えるんですけど、まあそうですよね、あの数万見逃したいから闇手という理由も出てきますからね、特に E1 がこぼれやすい牌なんでね。さあ村上イーシャンテン、ただゴロチの3色になんとかしていきたいところは、ここは契約を狙った、打点を狙った、柔らかいですね。さあ大井絶好の関連ピンを引き入れイーシャンテン、大井は1枚目の白は仕掛けていない、次の2枚目はポンテンのため仕掛けるといったところか、はい、ただ状況十分になってないで藤崎さんの親怖いですからね、はい、そして藤崎の川がもう順調に手が進んでいるように見える川ですよ ね、はい、ね、今仕掛けてポンテン入れても換算腕ですよねこれ、大井さんね、はい、だからなんとかスイッチしたいんですけどねこれ、まあ、ただポンテン取らざるを得ないといった状況か、うん、まあ、取るでしょうけどね、急走は安全牌だね、急走が2枚親の現物なんで、うん、さあ藤崎関連層引き入れて天牌関連層リーチに行く、はい、まあ、この辺が見せ方がうまいですよね、これはなんかちょっと行きづらいですもんね、でも実は一番ここがそうですよね、はい、これあの頭では、うん、あの足止めリーチも十分考えられると思いながらも、はい、あの玉点見ると、はい、そうそうそう、踏み込めないですよね、うん、これで白が9層のトリト落としになる、あ、また9番は行くか、お、さあ前田ゴロチの3色イーシャンテンとなった、ここは藤崎チーソーのつも上がり、すげえすごいリーチ一発つも、うわ、裏さん6000は6300オールの上がりとなった、切れてますね今日。いやこれ藤崎トータルポイントで、はい、大井村上どちらも逆転したんじゃないですかね、すごい、あの麻雀のお手本みたいな曲ですねこの親番は。あ、これもうトータルポイント、うん、病も抜いて2位まで来てますね、はい、これ順位点を加味するとートータル1位藤田までも、はい、もう10ポイント弱といったほどの差まで来ている。いや藤崎大きな親番となった、今宵の手裏剣は切れてますね、あの勘違いの地位から始まりましたよ ね、 あ れ、 ね、あれなかなかね、やっぱあの辺うまいですよね、あの500オールは相当いい500オールですよねここまで見ると。さあそして今局も親藤崎、はい、後輩いっぱいピンズでメンツがある、両面ターツもある、仕上がってきましたねだいぶ、ドラはトンです。こうなると例えば僕とか久さんの場合こうなってきたら大体リーチしてくれるんで、はい、テンパイまでは
何でも来れるんですけど、藤崎さんの場合どっかで闇点になるんで、だから守備派の人がこう調子上がってきた時は本当にきついんですよね、はい、逆に確かにここは小方3人からすると、うん、例えば3900や5800の打魔点報酬も痛い局面ですよね。そうですね、はい、特に1500すら打ちたくないですよね、はい、もう藤崎さんには。しかもピンフのみとか結構闇転しますからね、ここで藤崎さんは。ん、一発裏のあるくせに歯がゆいでしょ。歯がゆいこの状況で2面はリーチ行きたいですよね。行きたいですね、この状況で2面闇転する人がいますからね、実際、うん、それがまた効きますよね、状況として。さあ大井は2つ目のあんこ、チーソーローマンがあんこになった。だここは嘘打った、はい、まあ、打点合わしに行ってますよね、もうね。藤崎警戒といったところか、うん、藤崎順調に手が伸びる。順調ですね、もう多分手格好からしたら全部リーチに入るんでしょうけど、周りはそれ思ってる以上に闇点警戒しますよね、はい、さあただ前田もかなりの魅力的な手配、うん、ただドラのトンが1枚孤立している。藤崎シャンテン、おそらく今シーズンの藤崎さんの中でベストバウトじゃないですか、このハンちゃんが、このハンちゃんが、はい、そのぐらいの出来ですね今日は。来た、重なりそうなパイを選びながらということですね、大井さんはね。うわー、どうする。いやー、これ数万ですか、数万か、いいペイコありますもんね。役はできれば役作って、ねうん、ウーピン引きは闇点なんですか、うん、ウーピン引きはテンパイトレーズもありますよね。テンパイトレーズもあるね、スワンコ行こう、それ で6球ピン引きは多分シャンポンリーチじゃないですか。両面じゃないですか、両面じゃないと思いますね。いや現状だったらですよ。あ、数ピン切れた1枚。まあでもさすがに両ピンが確実にいいから両面か。さあ村上はゴロチの三色含みの変化がある。大岩統一手、前田はドラのトーンがうまく処理できるかどうかがポイント。これ切るでしょう、うん、怖いよねこのトーン切りは。さつもぎだともともとテンポ入っていたのかと思いますよね。そうですね、はい、もうなんか 5% クラスのテンポ入ってんのかって感じはしますよね。三崎さんに限りそれがあるんですね。そうですね、はい、確かに僕らの時はまだ絶対いいシャンテンと思われる。そうそうそう、リーチ来るまで大丈夫だと思われちゃう。ここで合わせますか。ここ合わせますよね、まあしょうがないですね。さあ藤崎天杯が入った、これ当然闇点、はい、4800、ね、はい、いやこのダマ点も飛び込むと三者厳しい、きついね、当然見逃しはしてくれないからね。箱点になりそうですもんね、4800って。なかなか村上さんが箱手になるって見たことないですよね、うん、意外と守備硬いですからね。いや積もる、積も3アンコ2600は3000オールの上がり。まあ当然テンパイはみんな入ってると思ってますからね、はい、すごい7万点超えたよ。これで藤崎トータルポイント12点込みすると1位の藤田を抜いた。わ思いもしなかった、すごい。いやほんとこうなると怖いですよね。もう闇手今みたいにどんどん入れてくるんでね、はい、うん、リーチね、リーチまでケアしなくていいとかそういうの全くないです。うわまたすごいハイパイ、うお来たよこれ。さあ藤崎統一が4組ドラの数ピンもある。当然これ一投げしないですよね。ただピンズの本一濃厚といった状況ですが、シャーから切った。これはこれ泣かないでしょ、川も作りに行ったか。これ泣かないですよね多分ね。あの当然一つでも泣いたらケアされますからね。そうですよね、藤崎さんは泣かなそうですよね。泣かないですね。さっきの村上さんのトンパツと似てますけどね。すごいもんな、うん、さらに泣かない人ですからね、うん、僕はすぐ声出ちゃってますもんね。一応山に死んでたら嫌だから、はい、あ、行ったフィンズで球速が少なったんですかね、3の2で。
まあ名本チートでもいいと思ってるでしょうね。まあ決勝に残ることだけを考えれば、はい、もうここまで来たらそんなに無理しなくていいですからね、はい、あの短くして相手にマンガンとか打つぐらいだったら、うん、面前でゆっくり行った方がいいですね、うん、ここは両面落としはまだ見せない、見せないですね。さあ村上は2面つ完成した、大岩守備重視の手組み、さあ村上いいシャンテン、うん、いや落としたいですけどね。だけど村上さん今一通は狙わなかった、あ一通あ狙えないのか、うん、まあ、ドラがねドラムスピン重ねたい、はい、状況的には闇転したいですけど、どうなんですかね、素点的にはね一発ドラでもあるし、これ村上はうんもう現状5位になってしまっているので、じゃあリーチなんですかね。まあポイントはそんなに考えてないと思うんですよね、はい、今ねあのとにかく3着に上がるとか、はい、藤崎さんの親を落とすとかそういうことに多分言ってると思うんで、そんなにポイント考えてもしょうがない状況には入ってると思うんですよね今。村上さんも難しかったけど一応純ちゃん3色の目もあったんですね、うん、そうですね、うん、はい、さあかなり自敗が高い川になってきています。もう動かないでしょうね藤崎さん、おそらく動いた方が上がりづらそうですよ ね、 そ, うですね、そして村上テンパ入ったドラ短期でリーチに行く、いやすごいね、さすがあのこの辺は体勢は関係ないと、うん、怖いですけどね、怖いです、ピンズ高いしでもイースマンが打つんですか、イースマン6枚見えてるんですね自身の目から、まあ行くなら思い切ってリ、うん、ドラ短期の方までいいですよね、山に1枚ありますかスーピン、1枚残りです、うん、1枚逆に藤崎さんが入ると大チャンスですね、あっという間に、いやこれリーチ入ったことでファンパイ泣きやすくなりましたね、泣きやすくなりましたね、うん、泣きやすくなりましたね、さあ前田は前順換算ピン引きましたがウーマン中抜いた、こうなると白もチュンも止まる、いやふるさとノータイムで押していく、裏筋怖いよな、ノータイムでいったよ、何3点ですけどね、うん、そうですね、はい、さすがですよこれは、さすがいや村上はイースーマンの黙ってんならば、そうですよね、ただここは村上欲しいのは3着に近づく上がるということです。そうですね、はい、そうですね、藤崎さんはリーチ無視してますね、もう、うん、6万は強烈に強いもんね、やっぱり、いやー嘘も入り目だったっすね、嘘そうですね、これもピンズ待ちっていう読みを入れてるとかでなく、はい、もうまっすぐ行くということですか、もう関係ないってことですね、親を落ちる状況自然と落としてやると、いやー名本チートイツイシャンテン、まあ一応流派ですか念のため、あれオーピンか、ここでチートイツに決め打った、うんうん、流派は1枚、あーこれで発がなくなった、パーピンもないんですよね、スーピンはありますねまだね、うわ怖い、もう村上さんも参ってますよ勘弁してくださいよみたいなね普段と違うじゃないですかみたいな、うん、これだって名本って言ったら見えますよね、名本に見え、絶対名本に見えますこれスーピン何枚持ってるんですかって多分考えてると思いますね、もうロンって言われる格好してるよピンズとかネジとか持ってきたら、うん、うわ怖いあのこれはこれは怖い怖いって怖い、確かに怖い怖いですね今のチューブは、あのまでねどんどん押されたら怖いですよね、うん、あの藤崎さんですもんね、さあ藤崎の妻残り2回、
スーピンを引けば天敗。なんだなんだ、おお相当力入ってる、なんか、なんかどうしようかな、メンツででもまだいいシャンテンだったんですかね。リュア行くと思いましたけどね、ローピンのところでね。あと1回ですか、質問。あと1回です。どうだ、ああ逃した形、逃したね、うん、いや本人は悔しいでしょこれ、この逃しは、うん、ここは村上一人天敗で流局。ああちょっと悔しそうですね、やっぱりね、久しぶりにすごい時間帯になりましたからね。あ面白かったこの親番は、特に村上さんの最終形見て強く思ったでしょうね。おなてありましたもんね、スーピンダギとチートイとか、逆にメンツとか、はい、おお。まあ、やはり藤崎の手配からローピンが一番通りやすく見えたっていうのも大きな理由ですよね。まあそうですね、まあ、無条件にメンツまで考えるとやっぱりリューハーだったんですけどね、はい、うん、まあ、一応自配で打った時は高いのもあるってことですね、はい、さあプレーオフ4回戦は難波に入りますな。1局6本場、親は村上、ドラはイーピンです。さあ村上なんとしてもこの親番でポイントを戻していきたいところ、うん、そうですね、あのトンパツにすごい手が入ってただけにね、意外とああいう の逃した時って結構崩れるケースもありますよね、あのトン一局の本一本のポイントというのを、はい、シャーとキューピーのシャンポンですね、もともと上がりは難しかったんですけどね、はい、ただその後七等さんとか積もってちょっと乗りかけたんですけどね、うん、はい、村上さんね、藤崎さんのあの500オールからガラッと変わりましたね。いやー村上苦しい手配、うん、ここはもう国士含み九州ある。ただ村上さんも前々回ぐらいに同じような藤崎さんと同じようなぐらいブレイクしたんですよね、はいはい、うん、だからやっぱパンチ力あるんでここはしっかり失点を抑えてもらえば最終戦つながると思いますけどね。さあ前田は現在トータルポイントがマイナス 13.5 ポイントなだけに、はい、そうですね、もう少なくとも2着でプラスにも、うん、持っていかなければいけないという状況です。とりあえず当面の目標は大井さんですよね、はい、1万5000点差。まあ、藤崎さんはもう状況的にも展望的にも仕方ないので、無理なんで、まあもう完全に手役も絡めて狙ってますね。特に親がああいう捨て牌なんで楽ですよね、藤崎さんとしては、はい、かなり煮詰まるまでは自由に手を進められると。うそうですね、小型3人はこの曲はちょっと嬉しいですよね、はい、親が国士行ってるんで、うん、まあ、大井さんも相当数字は意識してるでしょうかね、うん、村上さんはこれだけへこんでますし、うん、これで大井さんの目から見たら国士がなくなったんですよね、うん、今のペイで。そうですね、はい、はい、もうやりたい方ですよねここは。さあ大井も一気にマンズに寄せていきたい手配でもありますが、はい、自配が厳しい。そうですね、村上さん国士なんでね、ここは手なりで進めた、はい、今数万も2枚目切れちゃったので、うん、これ藤崎がテンパ入ったらリーチはいかないですか、はい、リーチはいかないですね、さすがに役をつけに行った、はい、まあ、黙っとけばチュンチャンパイだったら村上さんからこぼれる可能性があるので、はい、村上さんはこの4枚目のチュン引いたんでがぜんやる気になったんですけど、ペイがないと。この3層を仕掛けて藤崎カンチーマンのテンパイ、このテンパイ取りはさっきの親落ちがちょっと納得いかないってことですよね、はい、自然な形で落としてないんでちょっと嫌な時間帯になる可能性あるんで、はい、一応ポンテンでさばくと。さらにもうこれはターチャから見たら1000点濃厚といった仕掛けです、うん、そうですね、はい、特に親国士なんでこれでチュンチャンパイもケアしてらんないですからね、ターチャサイトとしては
もう親の酷使を警戒するからなんですけど、まあ、大井さんだけは酷使ないのも分かってるんで、はい、さあ前田南が重なったチートイツイーシャンテン、比較的 G1 の場面から言うと上がりやすそうだっていうのもあるでしょうね、うん、特に親が持ってきたら、いや村上は厳しい、10種あるリャンシャンテン、兵がないんだけにね、チュンヒを、さあ多い、ただこの難はもちもち、はい、村上さんは難も兵もなくなります、ね、藤崎の町カンチーマンは山に3枚残り、うん、これは緩和しない、この日本シリーズ関するとカンドラが増える、はい、激辛ですね。ポンテンは取るは緩和しないわ。まあ、まあ立場的に言えばね、当然関する必要ないんですけどね。お、さあ前田天敗、うん。まあ流派は1枚切れ、村上さんが1枚持ってるって考えられますよね。ここは3万短期でリーチに行った。うん、まあ行くしかないですよね。まあ、前田さんも。3万がなんと山に3枚残り。おお優秀。いや、大井は天敗逃した形。ここは現物のパーマを打つ。いやー、前田一発でのつま上がり見事。リーチ一発つもチートイツ。2004000は2600、4600の上がりです。村上さんが酷使言ってたんでね、流派待ちの選択がなかったんで、はい、タイミング的にもマンズの下は良さそうに見えますからね。お見事でしたね。いや、大井さんもこれで前田さん迫ってきましたからね。そうですね。かなり面白いのってきた、うん、村上さんももうほぼ箱手になってきて、うん、ね、2着そうそう、ね、3着見るの結構、うん、2着価値ありますよ ね、前田さん、村上さんが崩れただけに、うん、ただ前田としては、はい、大井を逆転して2着取っておかないと、現在上位陣がトータルポイントで、はい、藤崎、藤田、病は50ポイントを超えている3社、うん、はい、大井より着順下になるとこれは相当厳しいポイント差ですよね。大井さんがやっぱり40ポイント近く持っちゃうときついですよね。この親はあの藤崎さんと前田さん2人がかりで落としくるんで、大井、はい、さんとしてもそんなに時間的猶予ないですよね。村上はどういう狙いになりますか。村上さんは、村上は前田が大井より上に行ってくれることを狙いますよ ね、はいはい、そうですね、当然そこを考えてくると思いますね。ここからは自分の親落ちたんで、大井さんに対してやりづらくするように打つと思いますね。大井さん2着になるより前田さんに打ってでも2着に上がってもらうって作戦も取るかもしれないですね、はいはい、さあドラは急走です。藤崎ドラの急走が重なる。また闇手の手作りになるんでしょうね、得意の、うん、ただドラ、はい、ドラドラの両面天敗とかだと藤崎さんもリーチいきそうですね。大井さんも逆に来づらいと思ってるんで、先手さえ取ってしまえば、さあこちらがその藤崎の手牌、うん、6チッパー、ピン付け、ゴロチ、ここは形を決めた、はい、チャンスだけどね、親も手配は。前田はカンチーマンを引き入れる。そしてこちらは藤崎ドラの急走が統一、6チッパーの3色が見える。村上通関制リャンシャンテン、ピンズにはいかなかったですね。さあ村上も大事な曲、もう親が落ちたとはいえ、ここは素点挽回していかなければならない状況。そうですね、はい、そうしないと最終戦がちょっと、ただ村上は現在まだ、はい、もともとが約60プラスですので、はい、うん、まだプラス10ポイント以上ありますからね。はい、そうですね。だから大井さんさえ引きずっとけば、あの4番手の椅子は結構近いところにあると思うんですよね。さあ藤崎はファンパイの難が重なる。これでまた何、これ仕掛けていきますか。いきますよね。村上一通は崩したくない。パースを打つのかウーピンを打つのか。何切りますか。ウーピン、やはり打点がメインになる。
これならばハネマンが明確に見えますよね。まあそうですね、ピンフ一通の形でリーチ打ちたいですよね、うん、まあ村上さんのリーチに対して大井さんは行きづらいと思いますね。やはり自身がラスになってしまうわけにはいかない。うそうですね、さあ大井はターツオーバーの形、ここは両面が5つの三シャンテン。大井さんの6ブロック珍しいですね。うん、ただこれはもうドラが9シャンテン台からのターツオーバーですよね。いやなんかチートイトも見えてきましたね。あ、なん泣いてないんだ1枚目。あ、そうですね、1枚目仕掛けてないですね、藤崎。さっきのポンもちょっとあんまうまくいかなかったんでね、やっぱり状況的にあんま動かない方がいいだろうって判断かもしれないですね。バタついてる感がバタついてる感出す必要はないってことですね。まあ、やはりまだ藤崎一メンツもないですからね、はい、そうですね、打点こそ狙えますが、はい、さ、これでメンツで、はい、こうなると仕掛けやすいですか。これは仕掛けやすいですね。アニメ出ました、ね、さ、出たこの難を藤崎が仕掛けた、まあ、タイトにすることないですもんね。これローピンじゃないですか、さすがにちょっと迷いましたね。あ、トイトイが、うん、トイトイの可能性を残した、うん、本当は老僧はもっと来たかったんですよね、親の現物として、はい、そのためのちょっと証拠だと思いますね。今ねウッパーピンがそんなよく見えないんで、本当はウッパーピンには決めたくなかったんですよね。どうなりますかね、うん、うわ、あんまり嬉しくないですね。数層ですか、取らずならば。川には数層が1枚切れで、パー層が1枚切れとドラ表示牌、うん、これは町が数層1枚しか目に見えて残ってない。テンパイは取った、はい、まあ、想像両面変化だったら相当上がりやすく、大井さんから出たら上がるかもしれないですね。大井仕掛けた、しごろの三色含みの仕掛け、ここでトーンを抱えながら一応しごろにするかもしれないですね、保険かけながら。イースソーの方を残しました、はい、6球ピンを払う。前田もしごろの3色の可能性が見えてきた。藤崎さんの上茶だけにやりづらいですよね。前田さんは、藤崎さんだけは十分系の可能性あるんで。ただ藤崎に、はい、報酬さえしなければ手に進んでもらうのは前田にとってプラスですよね。まあそうですね、親を落としたいですからね。急い引いた。いや、ここは多いメンツ選択が正解、はい、さ、前田いいシャンテン、村上パーソー周りはもうかなり枚数的に厳しい状況です。さあ前田単品のイーシャンテンとなる。いやー、ここは村上数層のつま上がり、まあこれだったら一応大井さんの展望も削れるんでね、はい、はい、まあしょうがないってことですね。いつも一通千二千の上がりです、はい、さあ難三局、親は前田。藤崎さんは最後の前どういう風な考えで来るんですか、ね、いや、もう行くと思いますよね、はい、ただもう別に終わってもいいと思うんで、うん、リーチ来たらやめると思いますね、はい、そのぐらいの感じでやるんじゃないですか。まあ持ってる展望を守ることに関しては相当の自信持ってると思うんで。そうですよね、うん、久とかよくね、タコラスじゃなきゃ OK とか藤崎さんにとってはそんなそうかそうか条件じゃないと思ってるから、ハクロスじゃけいいのに、だいたいハクロスの方に行ってしまうんだあ、すごいハイパイすごい、リスピンが固まってましたね。うん、さあ、ドラは三層です。大いにドラの三層が重なる。前田さんのハイパー面白かったですね。さあ、前田あんこが2つ、これはちょっと狙いたくなりますね。藤崎も2面つ完成している。両
ピンとかローピン引くと一気にでもつまんなくなりそうですね。縦にやっぱり来てほしい。そうですね。どういうふうに来ればいいんだろうな。まあとりあえずもう一組欲しいですよね、統一をね、はい、そうすると現実的になりますね。メンツで見るんだったら本一の方がいい感じはしますよね。チャンスですね、ここも。さあ、一メンツ完成。ここは白を合わせ打ち、はい、一応1、2、3もまだ見てますね。さあ、前田チーピンを引き入れた。チーソーですか。手役を見るならばチーソー切り、手広さを見るなら自敗切りといったところ。ここはやはり手広さも、はい、まあ、リーチに価値ありですね。はい、やっぱプレッシャーかかりますからね、リーチ打てば、はい、最初の点、1、2、3もある。うわー、ちょっとゴツゴツしてきましたね。筋殺しだね。これ例えば数層やチーピン、チーピンなどポンとかっていうのはありますかね。どうですかね。まあその1回見送ると厳しい牌ではあるじゃないですか、はい、ただトイトイにはしたくないと思うんですよね。なのでチーピンを仕掛けて一色も見える、はい、まあ、そうですね。ただ寄せ切れるかって不安はありますよね、はい、なんかリーチってつもり3アコの形の方が早いかなって感じはするんですけど。大井さんもこれ 1,2,3 にするのかドラドラにするのか見ものですね。さあ、村上もローピンがあんこになった。いや、これで単ヤオ含みも出てきた。いや、選択の難しいところ。まあ一応数万切りの方が闇点で満貫の可能性ありますよね、はい、最高打点で見えるのが数万切り、はい、ね、イスピンきついですけどね、かなり。山に1枚ずつあるか。でも前田さん持ってるだけだ。大井さん、数ピン引いた時どうするかですね。そうですね、また待てんですよね。まあ局面的にはダマ点なんですけどね。さあ、藤崎もいいシャン点。ヤンソーが残ってるからな。まだ山に3枚ですね、ヤンソー。うん、表示合いだけ。村上も加点が欲しいところ。リャンシャン点、大岩いいシャン点。リャンソー引いたなんかリーチしそうですけどね、ここまでのシリーズの大井さんの戦い方見ると。もう決めに行くといったところですか。もうなんか拾いに行くのはあんまり見たことないんで。まあ順目との兼ね合いでというとこですよね。藤崎チーワン切りましたね。さあ、村上ピン、これチー点取るか。ここは取らない。さあ、前田天敗、最も嬉しくない形の天敗。これはスチーピンだけど、リーチ打つかな。いや、ないでしょ。どうですか、ガラクタとしては。いや、ちょっとこれは上がり目ないですもんね。これダメですか。これはガラクタとしても打てないですか。ウーピンなのかな。三ピンじゃないですか、ウーピンよりは。三ピンの方が重なりがあるって考えてるかもしれないですね。ただ三ピンでしょうね。やっぱローピン引きありますからね。これあのシャンポンでリーチ打ったらちょっとドブに捨てるのみたいな気がします。ただ順目的にカーチャーにプレッシャーかけなければいけない順目ではありますよね。さあ、これで村上にシャン点となった。あとは周りとの距離感だけですよね、本人の持つ、はい、どうだ。さあ、藤崎もいいシャン点。あ、藤崎は前順にアンシャンって戻しました、うん、はい、戻しました。キワンがね、振り点で、いや、多い転敗できない、できないですね。例えば前田が3ピン打ったところで、はいはい、数ピン打っ
って、はい、中袋の形の両面天杯にしやすいシャンテリーケルテもありましたよね。ただそのスッチーピンをもう一回最終局面で打たなきゃいけないっていうのが嫌だったんじゃないですか。さすがにそれと万が一の3個スランコも逃したくないと。前田さんは受け重視のとこもあるんで、その自分で6枚持ちの牌を下ろす気はあんまなかった。5枚持ちですか、うん、実際大井さんにね、イスピンが当たり目になってるのもあるから、うん、危ないですからね、うん、あーもう大井さん、そっか、イスピンほとんどないですか、うん、スーピンが1枚だけか、うん、さあ村上は攻めたい状況、まあね、ここはローピンワンカン、まあ、これで前田さんはちょっと分かりやすくなりましたね。カンドラはシャーです、うん、シャーは川に2枚切れ。大井さんこれチーテン取るかもしれないですね、さすがに。うーん、チーワンがどれが切れてるか、スーワン切るかもしれないですね。そうですね、ドラが3個から3個とドラ引きを見て、スチーワンまあまあ薄いですね、うん、川にスーマンが2枚、はい、チーマンも2枚切られています。さあ前田のツモアリアンソーテンパイ、これは文句なくリーチか、これでリーチでしょ。トラは酸素の、あ、そうですか、酸素は山にはもうない、ローソーが2枚残り、ただこの順目で2枚十分。さあ大村上テンパイ、ここは村上も勝負か、天酸素なのかな、イーソーが現物、リアンソーは無数字、まあリーチそうですね。あーここシャンポンにはせず、うん、酸素ないんですよね、酸素山にない、あじゃあ村上さん流れがない。いやーおい、このローマンは2人に無筋、いやー一番最強、最初にテンパ入りそうでしたけどね、うもうなかったですからね、イスピンが実は。さあ山には前田の欲しいローソーが前田の欲しいローソー1枚残りでした、うん、ローソー1枚残り、テンパイ取るか、ローマンはどうなんですか。いや厳しい、厳しいでしょ、はい、ただチーピン打つってことを考えてるんですかね、まあ、そうですね、仕掛けて、はい、ただチーピンも X ですからね、まだね、当然ローピン感が入っていて、心配なだけに散歩の危険度は十分ある、石の入った2件リーチが入ってるわけですから、当然危ないですね、チーピンも。さあ村上は山に山荘がない、苦しい、ここは宝珠は回避、配定ですか、親が、そうですね、親配定ですね。さあ前田1枚残りのローソー積もれるか、ここは小さそう、前田村上2人転敗で流局です。まああのイースーピンを見て大井さんも納得でしょう、一旦前田さんの方に至ったんですかね、これ、うん、そうですね、うん、この半ちゃんの着順ですね、はい、はい、ただ前田は2着浮上したとはいえ、持ち点も3万点は超えてこないと苦しいところ、もともとマイナス 13.5 ですからね。ただ前田はこれで、はい、なんとか荒より上に行って最終択に行きたいところですよね、はい、7位で残るのは大事ですね、8位に落ちないで、1.6 ポイント差ですので、はい、26,700 の2着から最終卓に行ける、うんね、はいはい、ね、やっぱり最初にやるよりは最後にやった方が圧倒的に有利ですからね、特に追いかける立場はそうですよね、はい、そうですね。さあ大井は2面使わせている、あ親も、うん、次の藤崎も結構いい形でしたね、うん、これ前田は仕掛けはどうですか。仕掛けると思うんですよね、トンは1枚ですね、もう泣きそうですね、次のチュンは泣きそうですけどね、さすがに。さあドラのウーマン、うん、これでピン吹け見えてきました、藤崎目いっぱいですね、ペンチウーマンも、うん、ロスしないように。さあ村上は統一が4組となった、
これで1、2、3の3色も見えてきました。ただ単品系に行きたいとこですよね。そうですね、言いそうになるか今打つもぎるのか、これはそうシンプルにイーシャンテンに受けた、はい、まあ、1、2、3も見据えてですね、はい、前田はカンパッピン引き入れた。これで泣かなくてもいい形になったんですね。どうするのかな、両面を先に払うか、難しいですね。トンソーローソーを切るのが一番打点は狙っていけそうです。う、まあ、当然ウーアン切りもありますよね。ここはローソー、はい、ドラのね、やはり手広さよりも打点を重視した位置だ。まあ動いた時を考えるとやっぱドラもうちょっと引っ張りたいですよね。さあ葵の角は裏目か3層、うん、まあ、ただ3面爪が完成、うん、言いそうですかね。言いそうもあるけど思い切って E1 もありますかね。そうですね、うんうん、これポンテン取れそうですね、うん、前田さんとりあえず一回ワンクッション入れそうですね。両面ターツが見えましたよ、はい、でもあドラです。これはさあ多い、ここは馬を引き入れた手広さならば三品、うん、差し子見るかどうかですね。いいそう打つ手もあるか、うん、ここは三品を打った、うん、前田イーシャンテン、これどうですか。前田1500も辞さずといったところですか。もう泣くと思いますね、はい、ただ両面ターツ落としてドラ切りリーチになるんで、さあ天敗、ここはウッパーマン黙って、あこれうわ危ないですね前田さん。あこれでも使える形になった。スーピンウーピンといくのかトンのトイト落としをするのか、ーチーマン打つのか、どれもあるトンがありそうですね前田さんだったら。あやはり上がりやすさはチームが圧倒的ですよ ね、 ねとなると宝珠濃厚ですね。いやここ多い玉点にしましたね。うん、トップは見えないんでやっぱり上がることに価値がありですね。ウッパーマンの3900も十分といったところ、はい、そうですね。ローワンかスーワンで回避できるかですね、うん、あとウーマンの縦引きがあるか。ウーマンが危ない、ったここは多いの上がり、ピンフドラさん8000は8300の上がりです。これは多い決勝進出に向けて大きな上がり、うん珍しく先切りしましたね前田さん ね、 そうですね、めったに見ないけどね、はいうん、さあこれで村上もね、はい、3着浮上が見えてきたんですよね。うんそうですね、村上満貫の上がりで、うん3着、ね、7200点、はい、池崎さん手配と相談でしょう、うん、村上は是が非でも3着が欲しい状況、うん、そうですね、特に今の横移動は痛かったですね村上さんにとっても、うん、さあ親の藤崎なんが統一、まあ泣かないと思いますね当然。これ藤崎は現状はトータルポイント2位なんですよね、はい、うんまあ2位で OK と思ってるんじゃないですか。加点するもよし、はいうんそうね、ダメでもよしといったところですか、はい、もう下手にトップ1位通過するよりも2位3着2位に残って最終着でやった方が分かりやすいかなって本人も考えてるかもしれないですね、さあ多いペンチーピンを引き入れる。ここはちゃんと3色などを見たか、ウーマン切り、これ前田はどうすべきですか。2着浮上にはバイマンツモが必要、うんまああとは8位7位までの点数じゃないですか。いやこれ多い逆転しないことには無理ですね。ああダメな7位ならないんですね、はいはい、となるとやはり強引にでもバイマンを作りに行くところですか。もしくはラス落ちだとほとんど無理になっちゃうんで、はい、そのまま致し方なく 3で上がる可能性はありますね。なるほど、もう最終戦に今回の藤崎のようなトップを狙っていくしかないと、はいはい、もうそこを狙うしかないと。
これ状況的に大井村上は藤崎の連チャン許したくないですが、はい、藤崎が攻めてきたら簡単に攻め返せないですよね。そうですね、はい、特に大井さんは行きづらいですよね。打つことによってまたターゲットになりますからね、はい、こちら前田なかなかバイマンは厳しい、差し子の三色になればといったところ、村上勘違そう引き入れる。村上さん漫画見えますねこれ。そうですね、うん、すごいピンズの一色手も見えてきた。ペイが2枚切れ、シャーは1枚切れ、安全牌のペイは残した、はい。前田さんはそうそう来ないだろうけど、藤崎さんと村上さんは攻めてくるのが予想できるんで、大井さんもそんな中途半端には広げたくないんですよね、はい、藤崎さんも広げやすい形ですかね、うん、このぐらいですからね。ただリーチが来たらやめる可能性は大きいですね、うん、もう例えば目の前の8ポイントも失いたくないと。藤崎さんにとってその8ポイントを持ってれば最終戦で、はい、漫画1回打ってたりする可能性あるわけですから、はい、まあ、1順位ほぼ助かる、はい、ようなところですよ ね、はい、そうですね。だから8ポイント大きいですね。村上のリーチに補充して村上が3着浮上は最悪のパターン、はい、ということですよ ね、 そ、 すね、はい、それが本当にバカバカしい話になってしまうんで、はい、その自分の状況云々かんのよりもちゃんと得点を見ると。さあ村上、まずはドラのウーピンが欲しいところ、あ、ここは形を決めた、はい、3色は見切る、うん、まあ面単品でいけばってことですね、また、ね、うん、裏ドラ、はい、一発からドラ、まあ、ウーピン、ドラのウーピン引き入れられれば、ね、まあそうですね、無条件ですけどね。まあ、自分がリーチって言った時に藤崎さん引くのも分かってるんで、うん、はい、もう積もって裏ドラ勝負にするかもしれないですね。何も仕掛けなかったですね、2枚目、うん、藤崎さん、はい、となると、うん、もうこの曲が、はい、もう終局で、このプレーオフ4回戦を最終局となりそうな、うんうん、ただゴロチになった時だけはちょっと上がりいくと思いますね。それはみんな困りますよねのんびりやられたら4戦オール引かれたのが一番みんな困りますね。お、どうすんだろうな、うん、ここはチュンを打った、うん、あくまでも倍満の可能性を残す。まあね、上がれるんであれば倍満上がった方がいいですからね、うん、あ、ウーピン引いた村上、一番嬉しいの引きましたね。これはかなり受け入れの広いイーシャンテン、はい、うん、ドラドラになったら闇転するかもしれないですね、村上さんも、うん、いい装備機とかがすごくつまらない、うん、あとはこれで四五郎を見据えた。イーソーはテンパイ取らずですかね、おそらく村上さん。テンパイ、いやこれ嬉しくない。いや嬉しくないな。ただ行く、もうリャンパピンも、はい、まあ薄いですね。薄いですかね、リャンピン3枚で、ね、はい。さあ村上イースー総出リーチに行った。いやー大井がここ、あ、もう村上をラストに押さえつけたいと一発を消した、ね。村上さんには上がってほしくないんで、一応漫画の可能性ある牌はすべて一発を消しとくと。徹底してますね。さあ村上の町はいい数層、配定もあるからってことあるじゃないですかね。そうですね、うん、なんちゃなんでね、配定もまとめて消すってことですね、うん、村上の欲しいいい数層、しかも今わざとチーピン見せましたからね高めの数層は山に1枚、はいはい、うん、安めいい層は2枚残っている、うん、まあ安めでも裏ドラ勝負すると思いますけどね、ここは。いやー、予想は食い下げた形これで高め数層がなくなった、なくなりましたね。そして前田、ここは9万打った。これもう多いとしても藤崎が押し返してこないという前提の仕掛けですよね、はい、もちろんもちろんそうですね、はい、そこはもう分かってますよね。だからやるべきことをやろうってことですね、うん、
次の戦いに有利なように村上さんにだけはラストのままでいてもらうと。次戦の戦い方がね相当違いますもんね。これただ結果的にイーソーを食い下げた形になって裏から乗ってたら追い取って大きいですよね。ですね、藤崎さんにとっても大きいですね。はい、まあ、前田さんにとってもありがたい話ですよね。そうですね、まだ可能性が若干でも残ると、うんうん、さあ次が村上最後のツモ、山にイーソーは1枚、ここは積もれず、これが入って、ここは村上一人天敗で流局です。そしてこのプレーオフ4回戦はトップに藤崎、2着大井、3着前田、4着村上という結果となりました。